ウェブサイトだけじゃなくて SNS アカウントで集客するみたいな時代が、はい、こう新時代が来たと。あ、そうです、そうです。いくらでもウェルカム、いくらでも、はい、LP を毎月こう運用していくっていうサービス提供してて、はい、はい、1フォロー20円とか。1フォロー20円1フォロー20円めちゃくちゃ安いっす、はい、だから5万円とか交付かけると1000人ぐらい一気にポンって増える。はい、ビジネスオタクチャンネル、今回はデジタルアスリート永井社長に来てもらいました。よろしくお願いします。永井さん、ちょっと最近講師ともにいろいろご一緒させていただいてるんで、はい、ビジョータ出てもらって激しく嬉しいです。ありがとうございます。はい、でデジタルアスリートさん、むちゃくちゃすごい会社でございまして、でまずデジマ広告とランディングページで1800社以上の支援実績がありまして、で広告運用プラスアルファ、内製化していきたいって際も、インハウス内製化するための、コンサルにも注力されている、会社さんでございます。でちなみにウィリゲートも今新規事業の方で、デジタルアスリートさんに、広告をお願いさせていただいてるんですけれども、はい、目標 CPA よりはるか下げて獲得してくれておりまして、はい、ウィリゲートの新規事業もむちゃくちゃ、お世話になっている会社さんでございます、はい、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくします。永井さん、まずご自身のキャリア含む、自己紹介をよろしくお願いいたします。はい、改めまして、デジタルアスリート株式会社で代表しております永井慎吾と申します。私のキャリアはですね、光通信という会社で新卒に入ってまして、はい、その前が日本体育大学です、はい、で光通信に行きまして、そこから1年ぐらいで心が折れて辞めまして、でその後こういった折れない環境になってですねマーケティングというかウェブマーケティングですね、業界に飛び込みまして、でウェブマーケティング業界を2社経験してから、当時リスティングプラスという社名で2011年に創業させていただいております、はい、そうですね。でリスティングプラスさん時代が何年間あったの？リスティングプラス時代が 9年ですね、はい、9年やりまして、そこからデジタルアスリートっていう形で、はい、リブランディングをさせていただいてます。はい、なのでリスティングプラスさんは知ってたという方は、今回デジタルアスリートさんになったんだぞということを改めてご認識のほどよろしくお願いいたします。はい、でもやっぱりこうデジタルアスリートって社名的に、うん、なんか結構デザーシートさんの方ってなんかビジネスの成果にストイックで真面目な方が多いってところで、なんかいい社名だなと思ってたら、もともとなんか体育大学ってことだったんで、うん、結構ガリガリなんかご自身も運動されてた感じなんですか？いや、日体大に行ってきたことだったんで、そうですね、あんまりガリガリじゃないんですけど、あ、そうなんですね、精神だけなんかこう体育会系って感じ。あ、メンタリティが体育会系、メンタリティ体育会系っていう会社です。はいはいはい、ありがとうございます。改めましてデジタルアスリートさんの事業内容も、はい、結構、はい、広告運用以外にもいろいろやってらっしゃると思うんで、はい、ちょっとがっつりまず事業内容についてお伺いできたらと思います。はい、ありがとうございます。もともと2011年の7月に、リスティングプラスっていう社名で創業したので、リスティング広告に特化した広告代理店として、創業してるんですよね。でそこから8年ぐらいはデジタル広告っていうところに結構注力してまして、リスティング広告からちょうどFacebook 広告の類似オーディエンスだなんやらが出てきたタイミングで、はい、Facebook 広告を扱うようになったんですよ、はい。でそこから結構その SNS 広告っていうところの可能性は我々も見出してまして、はい、いわゆるネイティブアドとか DSP 広告とかこういったものに一気に広げたのがちょうど2017年から2018年ぐらいのタイミングだったりします、はい。で創業当時からですね、我々リスティング広告にプラスアルファ何かっていう考え方でリスティングプラスっていう社名をつけてまして、はい、いわゆるリスティング広告だけやっててもそんなにこう売上アップに貢献できないよねっていう観点からですね、うん、リスティング広告と LPO とか LP 政策っていうのを同時にこう一緒に運用させていただくっていう文脈で今までこうやってきてますので、はい、そこから要はリスティングとランディングページ、デジタル広告とランディングページというふうに変わりまして、このランディングページっていうところが徐々にですね、ウェブサイトだけじゃなくて SNS アカウントで集客するみたいな時代が、はい、こう2019年ぐらいから徐々に高まりつつあります。新時代が来たと。あ、そうです、そうです。そこら辺からちょうど SNS アカウントの運用とかを自社でもやるようになっていきまして、今当社の方だと食べりなチャンネルっていうですね、はい、社員の田辺っていう人間が、はい、やっていたアカウントっていうのがありましたですね、はい、でそれをメインに YouTube チャンネル、 SNS アカウントで、今は吉岡さんのご指導もいただいてますけど Twitter、こういったところも活用させていただきながら、ビジネスを拡大してきているという形で、ちょうど今100名ぐらい の規模感まで、13期目でなってきているというような形でございます。で、本当に昨今も多岐にわたるニーズがあって、なんか全部代行させていただく場合もあれば、はい、全部代行すると代行費が高いということでインハウス化したいっていうニーズもありまして、で我々98% が未経験でこう採用して、うん、新卒をこう育て上げてコンサルタントにしてるっていう分野なので、今まで13年間蓄積してきたその育成ナレッジっていうところをお客様の方にもご提供させていただいて、一部インハウス化っていうところもですね、ニーズがある場合にはご支援をさせていただいているという会社なので、なんか何やってるか分かんないとかいろんなこと
やってますねって言われるんですけれども、はい、注力は、デジタル広告、ランニングページ、うん、あとは SNS を使ったマーケティングっていうところを今あの主軸としてデジタルマーケティング事業では、うん、ご提供させていただいて、そういった会社でございます。はい、ちなみにあのタベリナチャンネルもうむちゃくちゃ勉強になりますので、はい、こちら、はい、記載しておきますので、タベリナチャンネルの YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。ところと、あと僕今回やっぱデジタルアスリートってあの社名むちゃくちゃいいなって勝手ながら思ってるんですけど、はい、なんかあのどういうきっかけで変えて、うん、でなんかこの社名の由来というかどんな感じだったんですか。はい、ありがとうございます。もともとですねリスティングプラスっていう会社があの他にオーナーの会社がありまして、そこから社内ベンチャーで立ち上がった会社なんです。はい、でお前らはリスティングやれみたいな話があって、はい、でリスティング領域をあの会社化してそれで立ち上がった会社でして、はい、で7期目ぐらいやりまして、であのもう完全独自採算で全部運営してましたので、うん、あのどっかのタイミングで、うん、自分がこう保証人というかあの、まあ、デッドファイナンスやってる時にその保証人に個人的になってたのがちょっと怖くなりましたよ、はい、でちょっと今後さらに拡大していく上では、ちょっと自分も株を持たせてもらうということで、はい、それでオーナーに掛け合いまして1年半ぐらいかけて、はい、あの交渉して、まあ、実質 81% 持っているオーナーになったっていうのが、はい、あの社名を変更しようかっていうですね、うん、そういったきっかけになってまして、はい、でデジタル今の話だけでも本当はね、はい、1本、はい、あの取れるってところで、はい、であの過去あの M&A バンクさんにも、はい、出演されて、はい、M&A バンクさんの動画も貼っておきますので、はい、この NPO 話なかなか聞けない話なので、はい、それぜひ長橋さんについても学んでもらえたらなと思います。よろしくお願いします。それでデジタルアスリートっていう社名変更しようって話になり、でここからまあデジタル広告だけじゃなくて、うん、違う領域っていうところにもっともっとチャレンジしていこうということで、一応このオーナーの管轄の会社から抜けて独立したので、まあ、広告だけじゃなくてもいいよねっていう文脈から、はい、じゃあ何するかってなった時に、まあ、社名に何を込めようかっていう話になってですね、でデジタルアスリートっていうふうにあの いろんな候補があったんですけど、はい、僕はアスリートつけたいっていう話してて、はいはい、でデジタルアスリートっていう形になって、はい、あんまり意図はないって言ってます。いやめちゃくちゃいいなと思ってでデジタルアスリートさんすごいのがやっぱウィリゲートも SEO 事業やってるので、デジマの会社さんのパートナー企業さんもう過去20社以上実際のお取引させていただいたんですけれども、はい、その中でもむちゃくちゃデジタルアスリートさんあのパフォーマンスが素敵で高いっていうところもあるんですけれども、今昨今やっぱデジタルマーケティングでなんか月の広告予算なんか309万以上じゃないとやりませんみたいな会社さんが増えてる中で、デジタルアスリートさんは300万円以下のところでも頑張ってくださるということで、今大体おいくら以上からウェルカムっていう感じなんですかね。いくらでもウェルカム、いくらでも、はい、ただあの業務手数料としてあの20万円は固定でいただきますっていう形でやらせてもらってるんですよ、はい、でなんかちょっとアスリートを適当につけましたって話をしましたけども、若干やっぱ意味はありまして、はい、なんかあのプロフェッショナルっていう名前にしたくなかったんですよね、はい、でデジタルマーケティングってあの非常にあのトレンドも早く変わりますし、うん、でいわゆる広告代理店さんってあの予算をこう引っ張るためにシミュレーションとか出すと思うんですけど、はい、要はああいうなんか固い提案をしたくないというか、もっともっとチャレンジングしていきたいっていう思いがあってですね、うんうん、で当然ながら我々ってあの提案というかお客さんのビジネスをこうスケールさせていくとか、うん、常に新しいものを取り入れていっていただかないと、うん、正直な話はやっぱトレンド負けしてくるというか、はい、形になるので、うん、どちらかというとプロフェッショナルではなくアスリートとしてもういろんな新しい分野にチャレンジしていこうとか、チャレンジ精神を失わないとか、はい、そういった観点でプロフェッショナル系じゃなくてアスリートっていう名前にしたっていう文脈がありまして、うん、はい、なのでアスリート的にあの予算が小さいお客さんも伸ばしていくっていうところに我々もコミットしてますし、はい、でコミットするときに、まあ、例えば10万円の予算で広告代理店さん の, あの 20% のチャージ料でいっちゃうと2万円とかになっちゃうと、はい、我々も動くに動けなくなってしまうので、はい、100万円以下はもう一律で20万円という金額を設定させていただいて、はい、でその中でしっかりとあの、まあ、人員をあのアサインさせていただいてですね、ミーティングさせていただきながら、はい、あの事業の魅力とかサービスの魅力っていうところを引き出しながら、うん、広告とかマーケティングっていうところに、はい、まあ、向かっていくっていうところですね、あのご提供させていただきます、はい、でウィリゲートの新規事業もお恥ずかしな、そんな大きな予算ではなかったんですけど、むちゃくちゃ成果出してくださったので、事業がすごいグロースそうな気配を見せておりますので、あの予算を大きくしてお返しできるかなと思っておりますので、なんで結構あの、今後、この事業を大きくしていくんだみたいなタイミングで、デジャーさん、おすすめでございますというところです。はい、で今改めてちょっと長瀬のお伺いしたいのが、うん、なんかデジタルマーケティング領域のなんかトレンドとか現状とか、はい、なんか どんな感じになってるんやってことを多分キャッチアップできてない方も多いんじゃないかなと思っていますので、はい、ちょっとそこら辺をお伺いできたらと思ってます、はい、ありがとうございます。デジタルマーケティングってもうなんかもう幅が広すぎて、もうデジタルマーケティングで語っていいのかっていうのをそういう世界観になってきてるので、はい、まあ、大きく分けるとやっぱり PR 領域とブランディング、まあ、ブランディング含む PR 領域と、はい、ダイレクトマーケティングと呼ばれる、まあ、リード獲得とか注文を獲得するっていうダイレクトマーケティングですね、はい、あとはやっぱりインフルエンサーを使った、まあ、SNS のマーケティング
ティングっていう形で、まあ、その支援会社の方向性はこの3つに分かれてるんじゃないかなというふうに考えてます。はい、でおそらくビルゲイツさんもダイレクトマーケティング、はい、あの経路だと思ってまして、ダイレクト一族ですね。そうですよね。はい、SEO でもう顕在層のリードを獲得、見込みを獲得すると、はい、というところに強い会社だというふうに我々も認識しています。でこの3つにやっぱ分かれてまして、いわゆるダイレクトマーケティングっていうところが今までずっとこう主軸で頑張ってきたというか、大手さんは PR 領域、ブランディング領域、中小企業はダイレクトマーケティング領域っていう形でこう頑張ってきてるんですけども、やっぱり薬事法だとか経費法だとか、あの広告掲載ポリシーだとか、はい、こういったものが非常に今厳しくなってきまして、でこの文脈で昔ほどもやはりこう威力がなくなってきてるのがちょっとダイレクトマーケティング領域だと。なので、ちょっといいことを言ったりとか表現を強くすることによって今までこう取れていたお客様がやはりユーザーもリテラシーが高くなりましたし、情報もねあのもういろいろとこう出てしまっている中で、やはりあの本質的な施策とか本質的なそのサービスとしての顧客体験価値をどうやはり広告含め作っていくのかというところが求められるような領域になってますね、はい、広告費を突っ込めばいいとか表現をこういじればうまくいったっていうと、そういう時代でもなくなってきてる、はい、あの時代的にはデジタルマーケティングとかダイレクトマーケティングでめちゃくちゃこうゴリゴリやった方々があの表現ではなんともならんぞということで、あの PR の領域にちょっとこう興味を持ったり、あとはインフルエンサーというその権威性を使ったマーケティング施策っていうところに、まあ、徐々にこう予算がこう流れていってるっていう状況になってまして、はい、なので、まあ、デジタル広告一本だとなかなか難しくなってきてるよねっていうふうに、うん、まあ、皆さんは思われてるんじゃないかなっていう感じ の、うん、あのトレンドかなっていうことですね、うん、今、うん、ただ改めてだからこそこのデジタルマーケティングの中での、ダイレクト系もなんか進化させていくことによってより成果出せるので、うん、オールドスタイルなままで、やってると、まあ、成果が出づらくなってきてるよっていうトレンドだっていう。あ、そうです、そうです、はい、なので大事なところは先ほどもお伝えしたようにやっぱ顧客体験をどう作っていくかっていうところをダイレクトマーケティングの方々も考えなきゃいけなくなってきたので、はい、簡単に、儲かりますみたいなメッセージではもう響かなくなってきているので、うん、どうやはり顧客体験をさせていくのか、うん、信頼してもらうのか、ファンになっていただくのかも含めて、あの広告の扱い方とかランニングページの扱い方もちょっと今までとは違った形っていうところを追求していかないと、今まで通りやはりねパフォーマンスが出ないっていう状況にはなってきてますよ。なのである種デジマの方々いやパートナーさんとの付き合い方も結構変わってきていて、なんかもう運用してよみたいな形とかだと成果出づらくて、やっぱり当然ランニングページもセットですし、その先のプロダクトでどういうふうに顧客接点作るかとか、どういうユーザー体験をするのかっていうところも含めて改善していかないと、いやなんかもう運用だけで何とかしてよみたいな、うち儲けさせてよっていうスタンスとも厳しくなってきてるよって。めちゃくちゃ厳しいですね、はい、だからやっぱうちももう1800社やらせてもらってて、一つやっぱ伸びていく会社の共通項があって、はい、その共通項はやっぱり担当者さんがマーケティングにやっぱ精通しているっていうパターンと、はい、会社さんがやっぱり柔軟にこう変化ができる会社さんっていうのは、あの我々とも非常に相性が良くてですね、はい、逆に言うとなんか広告運用だけやっとけよみたいな感じで、はい、広告運用だけで何とかしろよっていうのは確かにプロフェッショナルとしては、うん、ありがたいお言葉なんですけど、はい、それでもやっぱり限界があるぞっていうところは多分に我々も感じてはいるので、うん、あくまで事業と会社対会社の取引として、うん、取り組みさせていただく際にはやっぱりお互いのこのケイパビリティというか、はい、組織としての能力っていうのは最大値でこう戦っていかないと、うん、もういろんな会社さんがそういう取り組み始めている中で、うん、なかなか勝てなくなってきてるんじゃないかなと思いますので、まあ、しっかりと気合を入れてもう一度こうダイレクトマーケティングっていうところと顧客体験価値っていうところにフォーカスを当てていただければ、うん、まだ全然こう伸ばしていける、はい、そういったマーケットでもあるなというふうには感じています。はい、で今回デジタルアスリートさんの方が投稿型広告が、うん、かなり熱いというところなので、はい、改めて投稿型広告を始めて、はい、きっかけをお伺いできたらと思います。はい、そうですね、投稿型広告っていうのが今までは広告を使って LP に飛ばす、ウェブサイトに飛ばすっていうのが一般的だったんですけども、はい、いわゆるそのインフルエンサーのなんか投稿とかでコンバージョンを取るっていうのは、うん、まあ、インフルエンサーマーケの中では結構主軸になっていてですね、はい、でそこがこう流行っているっていうので我々もいろいろ調査してたんですけども、当然ながら権威性のあるインフルエンサーがその商品を担ぐことによってその商品の検索が上がるじゃないですか、はい、これでコンバージョンが上がるっていう側面と、もう一方で全く無名のインフルエンサーとかが扱ってもそこそこ売り上げ上がるっていうのが最近のトレンドなんですね、はい、なのでこれってもしかしてインフルエンサーの権威性じゃなくって、このインフルエンサーが商品をおすすめしているみたいな、この文脈がいわゆる顧客体験価値として自然に情報を受け取る上で分かりやすいんじゃないかっていうことで、我々アド LPO っていうですね、 LP を毎月こう運用していくっていうサービス提供してて、はい、はい、いろんなパターン試すんですね、はい、例えばアイキャッチの画像が男性か女性かによってこれでコンバージョンレートがもう 1.5 倍ぐらい変わっちゃって、デザインが変わるだけでもコンバージョンレートが変わっちゃったりしてですね、はい、あと、まあ、水道修理とかああいう分かりやすいビジネスとかだと、はい、なんか綺麗なデザインにもなんかキャラクターを使ったダサいデザインのコンバージョンレートが上がったりっていうので、はいはい、顧客が結局何を見てるのか、うん、何に信頼性を感じるのかっていうところが結構その趣味趣向が多様化しているからこそ細分化されてきていると、はい、であるのであれば LP っていうのがもうそもそもなんか見にくいよねとか、はい、見づらい、読みにくい、
企業のセールスメッセージばかりで信用できないっていうふうに思っている人たちは、こっちの SNS アカウントの方でおそらく商品紹介した方が自然なんじゃないかっていうので、 SNS アカウントでちょっと広告打ってみようかっていうことで LP とかウェブサイトに飛ばすんではなく、直接 SNS アカウントに広告でアクセスを流し込むっていうのをやってみたら、はい、まあ、自社でやってみたらすごくいい結果になったので、でこれをいろいろと我々もまだ研究段階というか、うん、検証中の部分も多分にあるんですけれども、うん、まあ、ここら辺を一つのパターンとして、うん、SNS、まあ、どうせやるんでしたら、SNS となんかウェブサイトって皆さん、まあ、別々に運用されてるじゃないですか、はいはい、どうせやるんだったら SNS にフォロワーをこうやって溜め込みながら、コンバージョンを狙いを設計した方が、うん、SNS アカウント頑張る理由にもなる、確かに、ここら辺をちょっと注力的に我々もご提供させていただいている、そういった形で開発をしている感じです。面白いですね。まあ、いわゆる今までですと、もうペイド広告でクリックして飛んで LP って形で、残ってもうペイドでなんかアドの世界でしょっていうところから、うんうんうん、まあ、SNS のところがなんか普通にアドスペースじゃないようなスペースのところで、そこに広告打って集めた方が、ユーザー体験としてなんか受け入れやすいものになってきているんじゃなかろうかという、そうです、そうです、はい。で早速でも投稿型広告気になっている方おりますので、長橋さんが投稿型広告のここがすごいってところを資料にまとめてくださってたので、ちょっと資料を見ながらお話ししたいと思います。はいはい、じゃあ簡単に投稿型広告ということで、はい、ご紹介させていただきますけれども、先ほどお伝えしたように広告から、企業サイトというかウェブサイトの方に流入させるのではなく、広告から直接 SNS アカウントに流入させるという感じです。はいはい、なので、通常の広告ですとおそらくバナーとかが出てまして、バナーをクリックするとウェブサイトに飛ぶっていう話なんですけど、はい、最初からカルーセルの投稿とかリールと呼ばれる動画っていうのが、はい、もう流れた状態でそもそもフィードに出てくるっていうのが、はい、一つまず違いとしてあります。はい、で、投稿 の, リールもしくはカルーセルの投稿をただこう情報発信していても当然ながらお客さん反応してくれないので、その投稿の中にちょっとダイレクトマーケティングの知見を使いまして、コメントとかフォローをもらうための投稿とかリールっていうところを広告でこう PR していくっていうのが大きな違いになります。はい、で主に SNS は、まあ、一つはインスタグラムだと思うんですけども、はい、あとは X とか。そうですね、 X もだから B2B の場合は X の方がユーザーが属性がありますので、はい、X でありますし、はい、B2C の場合にはインスタの方が圧倒的に商品購入に近い媒体だと言われてますので、うん、インスタっていうところを扱います。はい、あと Facebook も、対象になる。 Facebook も対象なんですけれども、あんまり我々の方ではまだチャレンジしてないです。うん、インスタの場合には、リールをですね、我々よく使うんですけれども、はい、こうやってリールでいわゆる、ランディングページの内容とかを要約したような形、まあ、もうちょっとインスタ用にこう加工はするんですけど、はい、LP の内容を要約してインスタグラム用に加工したもののリールを作って、はい、これをまずこう流すんですね。はい、で広告を扱いますので、ただ単純にインスタ上に流すんではなく、広告を使って例えば、40代の女性とか30代の女性とかがターゲットでしたら、30代とか40代の女性に広告上でセグメントを切りまして、はい、でこの興味関心とかもその興味がありそうな人にセグメントをかけまして、それでこのリールの内容を、広告を使って一気にこう露出をかけていく形でまず設計します。はい、でその上でこのリールの中でこんな形でこの動画にやるぜってコメントしてねって書いて、はい、やるぜでもリールゲートでもデジアフでも何でもいいんですけど、はい、まあ、コメントをくださいねっていう設計にしてまして、はい、このコメントをしていただくと例えば資料がもらえますとか、レシピがもらえますとか、はい、お試しのトライアルがもらえますとか、うん、でこういった何かしらのフックを使いまして、はい、コメントとフォローを促すと。はい、で、フォローとコメントをしていただくと、今インスタグラムって API が公開されてまして、はい、連携しているツールが結構あるんですよ。はい、でここにチャットボットツールを仕込みまして、コメントをしてくれたらチャットボットで自動的にセールスメッセージを送ったり、はい、いわゆる今まで皆さんがやっていたステップメール、はい、こういったものを送ったりっていうのが、はい、このインスタグラムの DM 上で出来上がると。うん、でここでユーザーとのエンゲージメントとかコミュニケーションを取りまして、でそこからLP に飛ばす、もしくは、この DM 内でシステムと連携して決済を取ってしまう、アンケート入力していただく、Amazon に飛ばす、楽天に飛ばす、はい、こういった形でコンバージョンまで狙いに行くというのが我々が提供している、まあ、投稿型広告っていう、ね、仕組みになってます。はい、でなんかこれいいのが、ここまで行ってなるほどって分かる方は結構SNS というか詳しい方 で、はい、で何が違うんだろうって感じなんですよ、はい、結構。でこれマーケティング的な観点でいくと、まず多くの会社さんが、CRM とかも頑張られてるじゃないですか。はい、お客さんとのコミュニケーションとかマネジメントっていうところすごく頑張られてまして、うん、それもやられているはずなんですけども、いわゆる今までって、エンドユーザー側からすると自分の個人情報、まあ、LINE に登録するなり、はい、メールアドに登録するなり、あとは商品を買う、こういった個人情報を送ってからじゃないと企業側とコミュニケーション取れなかったんです。はい、これがこのインスタのアカウントを使っていただくと、個人情報を入力する前に企業とコミュニケーションが取れるっていう状況が作れますので、安心感とか信頼感とか、はい、あとは、当然ながらこのインスタのアカウントの設計自体もありますので、はい、やっぱり興味性っていうのが上がりまして、はい、でその上で、セールスの LP にこう誘導されますので、興味がある方は、非常にこう自然な流れでコンバージョンしやすいっていうところが、ポイントになっています。
今までですと、もう LP に行って、ほんの100人に1人とかコンバージョンしなかったのが、より気軽な感じで行けるので、あ、そうです、そうです。なんで、リスト取りもできちゃう。リスト取りもできます。はい、しかも向こうとしては、フォローとコメントをしてるだけなので、あくまで株式会社ウィリゲート吉岡で、ほにゃららアットマークウィリゲート COJP とか、打たなくてもやり取りが始まる。あ、そうです、そうです、そうです。めちゃくちゃいいですね。そうです。合理的ですね。そう。なので、厳密には、フォーム入力をこの DM の中でしていただかないと、正式名称は分かんないんですよ、その人が。名前何かとか、はい、住所どこかとか分かんないんですけど、まあ、それを知らずとも、マーケティングってかけれると思ってまして、はい、要は、有料商品を買ってもらう前のコミュニケーションっていう意味だと、その段階でリスト取りできますので、はい、である程度、本人のアカウントも見れるようになりますので、どういう投稿をしてるっていうのさえ見てしまえば、ある程度この年代の方だなとか、男性だな、女性だなっていうのも分かりますので、はい、属性がある程度合ってるか合ってないかっていうところも、分かるという意味では、リスト取りの意味も含めて、はい、提供することができているって形です。はい、分かりました。まず、フォローとコメントをするって、ハードルを下げるだけでもね、コンバージョン数めちゃくちゃ増えそうなんで、すごいいいなと思いました。うん、そうですね。なので、今までは商品を買ってくれた方以外は全部離脱していっちゃうっていうのがウェブサイトの時代なんですけど、はい、SNS アカウントだと商品を買うか買う前にまずフォローとコメントを求めますので、うん、はい、興味がある情報を発信していれば、高確率でフォローとコメントをしてくれますと、うん、でその上で一定数当然ながらフォローしてくれた方が全員買うわけではないんで、うん、その中から 10% とか 20% ぐらいしかそのコンバージョンをしてくれないんですが、残りのその 80% から 90% の方もフォローしてくれてますので、はい、日頃の投稿でまた教育ができるということで、うん、要は流れ出ていかないというか、興味がある方をしっかりとフォロワーにして、育成しながらコンバージョンにつなげていくっていう自然なコミュニケーションの中から、顧客体験を損ねずに必要なタイミングで買っていただくっていう世界観が作れるのがこの投稿型広告という形になっています。でまず、からくりとしては、めちゃくちゃ理解できたんですけれども、ちなみにもうぐいぐい聞いちゃうんですけれども、なんかフォロー単価であったりとか、何人に1人フォローしてくれるとか、はい、なんかその数字的なパフォーマンスってどんな感じなの？はい、ここら辺が我々もちょっとまだ検証中のところではございまして、いいアカウント、例えば我々のタベリナチャンネルのアカウントだと、1フォロー20円とか。はい、1フォロー20円1フォロー20円めちゃくちゃ安いですね、はい、だから5万円とか交付かけると1000人ぐらい一気にポンって増える、はい、でこれがまたアカウントのやっぱり成熟度合いっていうのがちょっと後ほどまた解説しますが、はい、ただ SNS アカウントを広告かけりゃいいのかっていうと、はい、当然なんか先ほどからお伝えしている顧客体験価値がやっぱりあるかないかっていうところで大きく変わってきますので、はいはい、アカウントの成熟度とか熟練度というか、成熟どれぐらいしてるかによっても大きくパフォーマンスが変わっちゃうっていうのがちょっと難易度が高い。でも通常ですとなんかリスト獲得単価って数千円とかって話なのが20円っていう感じなんで、なんで業界によっては2つで100倍ぐらいのパフォーマンスの違いが出てるぐらいな話ですよね。出ます、出ます、出ます。しかも、フォロワーもむちゃくちゃ増えるんで、ある種なんかフォロワー増やすのに躍起になってる方もいるんですけれども、ちゃんと、ここで費用対効果が合わせられるのであれば、ずっとこれやっとけば、アカウントのフォロワーも1万、2万、3万、5万、10万って伸ばしていけるし、かつ売り上げも上がるっていう形、一石二鳥でできるっていう、めちゃくちゃいいですね。だここら辺はで広告で集めたフォロワーって意味あるんですかって話がたまに出てくるんですけど、はい、我々ってYouTube チャンネルも SNS アカウントの方も基本広告併用する方なんですよ、はいはい、なので当然ながらちゃんとターゲティングをしっかりと設計して、興味引きだけではなくて課題がある方が反応するようなクリエイティブとか投稿内容でいけば、ちゃんとその広告で獲得したフォロワーも有料顧客に変わってくるっていうところは、我々も今まで 2.7 万人とか、YouTube チャンネルも 2.7 万人ぐらいいますけど、併用してきてるので、ここら辺はもう我々の実感値というか、検証の中でしっかりと設計して広告も適切に打てば効果があるということなので、ずっとこう伸び悩んでる方とかは、なんか広告も併用していった方がいいんじゃないかなっていうところと。あ、めちゃくちゃ腹落ちしました。要は普通のウェブサイトだと、ちゃんと SEO と広告、なんでオーガニックとペイド両方やってるのに、SNS になったら急になんかオーガニックだけで戦って、なんか運用頑張ってフォロワー増やすんだって人が多いんですけれども、別に SNS もターゲットセグメントが正しいんだったら、もうペイドでスピード上げて伸ばせばいいじゃん。しかもお金払ってフォロワー増やすだけじゃなくて、売上も上げながらフォロワーも上がるんだったら一石二鳥でやるべきだということで理解しました。あ、おっしゃるんですね、はい、めちゃくちゃいいです。でまず一つ目としては、 SNS でフォロワーを増やしながらかつ、コンバージョンとか売り上げも上げれるっていうところだったんですけれども、他になんか投稿型広告のここがすごいっていうところがあります、ありがとうございます、はい、先ほどちょっとお伝えした内容なんですけれども、アカウントの成熟度によってパフォーマンスが大きく変わるっていうところが、はい、やっぱり一つの広告文脈でいうメリットだと思ってまして、はい、今までってLP とかをこうやって綺麗なものを用意しても、ある程度広告が回っていくといろんなところに露出が出るんで、はいはい、ライバルもここを結構ここにかけてるなってすぐ分かるような感じで、はいはい、じゃあここと同じような内容にしたらいいのかなとか、まあ、ウェブ制作やられてる会社さんとかはライバルここだから同じように作ってみたいな感じで言われる経験も、ね、はいはいはい、多いかなと思うんですけど、悪く言うとパクられちゃったりするってことですね。そうです、そうです、はい、
でやると、まあ、当然ながら同じようなパフォーマンスになりがちなんですが、この SNS アカウントの場合には先ほど言ったようにアカウントの成熟がどれくらいしているか、食べれなさんはパクりようがないですね。そうなんですよ。だからあの投稿内容だけパクっていただいても、まずこの 1.7 万人とか 2.7 万人とか 1.7 万人とか、まあ、これぐらいついているフォロワーの質っていうのがそもそもありまして、はい、でこのフォロワーの質がどれだけこのアカウントの中でこうアクティブに動いているかっていう、エンゲージメント率っていうのがいわゆるこの SNS アカウントの評価に入ってるんですね、はい、で当然ながら SNS アカウントの評価が高いアカウントってあのメタ社もですね、広告にこう積極的に露出したくなるので、今までと違うのはこの SNS アカウントの配信先の品質を決めるのに、はい、まあ、こう加味されるようになってきてるんではないかっていうのが、ごめんなさい、アルゴリズムが公開、ね、言ってるわけじゃないんですけど、うん、我々の運用の経験上分かるんですよ、はい、なので、当然からいいアカウントを持っている方はむしろいいところに出てきますし、はい、あの新規で同じ内容をやってもフォロワーの質が悪かったりすると同じような結果にならないという形になりますので、まあ、真似していただいても同じような結果にはならないということで、もう独自に、あの各会社さんがやっぱり SNS アカウントをしっかりとやってユーザーに有益な情報をお送りしながらコミュニケーションを取っていかないと広告文脈でも勝てなくなる。じゃあもうある種インスタとか、X で、フォロワーが多いアカウントを持ってる人はなおのこと有利っていう、まあ、有利になる可能性が高いって感じですね、はいはい、なので、やってなかった人もやるべしってことで、確かにこの投稿型広告ってやってる企業さんってまだまだ多くないんで、なんか今やったら早期参入者メリットみたいな、うん、取れそうだなと思いました。そうですね、取れると思います。あと他になんか、投稿型広告のここがいいってことありますか？そうですね、今回の動画についていいねや感想をコメント欄にてお待ちしております。チャンネル登録もよろしくお願いします。また X や Facebook で投稿してくださった方には、私もいいねやリツイートなどリアクションさせていただきます。ビジネスオタクチャンネル、今スポンサー出演者を大募集しております。 B2B で認知を広げたい、お問い合わせにつなげたい方はぜひ出演の検討のほどよろしくお願いします。興味がある方は私の SNS までご連絡ください。